皆さんこんにちは、生きがい TV ゆきにです。本日もコンサドーレ関係ニュースやっていきます。まあね、昨日やったんですが、1日にしてたくさんのニュースがありまして、今日も、動画作りますということです。まずですね、一番大きなニュースかな、今日、浦和レッズ興梠慎三選手が引退発表、引退会見を行いました。2022年ね、コンサドーレでもプレーしてくれました。まあ、日本が誇る、点取り屋、いろんなね、記録も持っています。興梠慎三38歳、僕と同い年ですね。引退発表と、今季限りでの引退ということを発表しました。で、まあ、そのね、引退会見の内容はいろんな報道がされていると思いますので、コンサドーレ関係で、特にミシャとの関係のところをピックアップして、紹介します。ミシャには通訳の杉浦大輔さんを通じて引退は伝えました。そうか、お疲れ様という言葉をいただいて、札幌から浦和に戻るときに引退覚悟で戻りますと伝えていたので、驚きはなかったと思いますと。で、引退後はその育成とか、いずれ監督にという話があったんですが、僕はいずれかは監督の道に進みたいと思っています。ミシャは誰からも愛され、ミシャの哲学は自分たちが攻めていれば攻められることはないと。ボクシングに例えれば、ジャブを打っていれば相手は防御し続けて手は出てこないと、だから攻め続けろ、そういうタイプでした。僕が監督になったらこうしたいと思っていることをそのままやってくれた監督です。本当にミシャのサッカーは美しくて、見る人を魅了するサッカーだと思っています。そういうサッカーを僕もしたいと思いますし、ミシャから教わってきたことを僕が監督になった時、それを若い選手に叩き込み、またミシャみたいな美しいサッカーを僕はしていきたいと思っていますと。そういうその監督としてのビジョンみたいなものも、語ってくれました。やっぱり興梠慎三の口から、これだけね、ミシャだけだったんですよ。まあ鹿島でもね、タイトル取ってますし、浦和レッズでもミシャ以外のね、監督とも仕事をしているわけですが、この引退会見で出てきたのはとにかくミシャということで、あの時ね、2022年ミシャのために興梠慎三はね、コンサドーレに来てくれて、で一緒に、またやれたと、そういう場がコンサドーレだったということも嬉しく思いますよね。やっぱりその浦和レッズでミシャが解任されてしまった、それがやっぱり心残りだったということで、その時のね、まあ、約束というか、それを果たしにコンサに来てくれて、そしてね、プレーとともにソファーと洗濯機を残してくれた興梠慎三選手にはね、本当にあの感謝したいなと思います。で、サッカー選手として大事なことは何だと思いますかみたいな質問に対して、この人のために頑張ろうと思える人と出会えるかがすごく大切だと思っていて、それがまさしく自分の中ではミシャでしたというふうな言葉もありました。まあ、それぐらい興梠慎三にとってミシャというのは特別だったということですね。そしてね、まだまだその浦和レッズでリーグ優勝できなかったのが心残りっていうふうに言っていたので、ただまだリーグは17戦あるので、17戦全部勝てば優勝できると、そういうことも言っていました。やっぱそういう、なんだろう、モチベーションというか、メンタリティがやっぱ大事だなと思いますし、コンサドーレもね、残り17戦全部勝てば、残留どころか、もう10位まで行けるだろうから、そういう気持ちで、興梠慎三もラストシーズン、残り半年ね、コンサドーレも残り、リーグ戦、もう全力で戦い切りたいなと。この会見を聞いていて、そういうふうに思いました。ということで、2022年コンサドーレにも在籍していた興梠慎三38歳、今季限りでの引退発表ということで、お疲れ様です。そして、引退後もね、どんな監督になるのか、楽しみにしたいなと思っております。はい、そして、移籍のニュースです。コンサドーレ育ち高峰智樹、
ベルギー KV コルトレイクへの移籍が発表と、コルトレイク側そして柏レイソル側両方からね発表されました。噂はありましたが正式に発表されたということですね。契約は2027年の6月までと3年契約だと思います。まさかねベルギーの地で海外移籍で同じ、金子拓郎と同じクラブでプレーすることになるとは、まあ、かなり驚きですが、まあ本当にこれが実現してやっぱりコンサドーレファンとして、ワクワク嬉しい気持ちですね。でそのね、いやだってでも金子拓郎はコンサドーレからこのクラブコルトレイクに行ったわけじゃないですか。だったら別に高峰智樹柏レイソルに移籍する必要なかったんじゃねっていうふうに思う人もいるとは思うんですよ。ただ今回ね報道の通りだと、柏からコルトレイクへの移籍金が 1.2 億、ね、1億2000万でコンサドーレから柏に行った時って、1.5 億以上1億5000万以上の移籍金でコンサから柏に行ってるそうなんですよね。ってことはもしコンサから直でコルトレイク行ってても 1.2 億だったとって考えると3000万以上多くコンサ通りに高峰智樹は残してくれたとそう考えれるわけですよ。でそして今ってその子供の時とか学生の時にプレーしていたクラブに、連帯貢献金っていうのも払われるんですね。で今回この柏からベルギーに行ったことによってコンサにコンサ通りに、コンサアカデミー育ちなので300万円ぐらい入るんじゃないかと計算通りであればということで、3000万以上も多くねコンサに残してくれてそして今回の移籍でさらに300万円も、くれる高峰智樹、いやマジで高校息子じゃないですか。うんね、その余計な遺跡だったとコンサファンからすると思うかもしれないですが、こうやって金額では明らかにね、貢献を多くしてくれたわけで、そして行くのもね金子拓郎と同じクラブ、ぜひねもう一人セレッソのね田中俊太も取ってくれれば、コンサドーレのフクロウトリオがベルギーの地で復活、そこまで行ってほしいですが、まずはこの金子拓郎と高峰智樹がコンサドーレ以来の同じクラブでプレーすると、それがしかもすぐ見れると、次の、コルトレイク次の試合は8月4日日曜日、23時キックオフアウェーのサークルブルヘ戦ですね。早ければここでデビューと、高峰智樹ここでデビューというのもあるかもということなんで、非常に楽しみが増える遺跡ですね。高峰智樹、ベルギーリーグ遺跡、KV コルトレイクで金子拓郎とチームメイトにと、コンサドーレファン胸熱っていう感じですね。めちゃめちゃ嬉しい。あ、そして、まあ、金額的にもそうなんですが、やっぱりコンサドーレ出身、下部組織出身で、で、ヨーロッパに移籍するっていう、例が、過去はそんなに多くないわけじゃないですか。多分、コンサ出身で欧州に行ったのって榊翔太、オーストリア2部、本田圭佑がオーナーだった時の SV ホルンに榊翔太が行った以来だと思うので、そういう意味でもやっぱり今って日本代表を目指すには海外移籍、海外にいなきゃやっぱり呼ばれないっていうのがあるわけで、ってなった時にこれからね北海道の子供たちが将来海外に行きたいと思ったら、あ、コンサドーレに行ってもね海外に行けるんだ、そういう風になるじゃないですか。そういう意味でもやっぱりね高峰智樹の今回のベルギー移籍、海外移籍成立っていうのはね非常に大きいなと思います。金額として、そしてドサンコが、ヨーロッパに渡ると、これは非常にね大きい出来事だと思います。そして高峰智樹はコンサドーレ思いの高校息子であると、それも強調したいなと思います。でドサンコの欧州移籍、同じ日にもう一人発表されました。FC 東京松木玖生、サウサンプトンへの移籍が正式決定、4年契約と。で今期は、
ビザの関係がありですね、トルコリーグの、ギュズテペ SK にレンタル移籍、1年間のレンタル移籍が発表されましたと。 FC 東京にはね2年半、マスキクリは室蘭出身のドサンコなんですが、こちらもね、北海道から、まあ、世界へとヨーロッパへということに、まあ、なりましたかね。サウサンプトンは、過去ね吉田麻也、李忠成、南野拓実などをがプレーしたクラブで、今季もね、菅原幸成を、4年契約で獲得と。日本人とか日本にとっても、まあ、馴染みのあるクラブですね。でまずビザの関係があるので、サウスアンプトンは獲得し、トルコのね、去年は2部で今季昇格するクラブギュズテペに1年間のレンタル移籍で送り出したということなので、松木玖生もね、今季トルコで活躍してビザの問題をクリアすれば、もしかしたら来季は、プレミアリーグサウサンプトンでプレーするかもしれないとなると、いやもちろん高峰智樹の移籍もすごいんですが、ドサンコの、ね、サッカー選手がプレミアリーグでプレーする時代が来ると。いやすごいな。やっぱり北海道サッカーにとってサッカー選手で大物といえば、まあ、今ねなでしこジャパンの熊谷紗希とかで、ワールドカップに出た城彰二とかで、タイトル数でいうともう西大吾はかなり抜けてると思うんですけど、もう一気にそこに仲間入りすることになるかもしれない、サブサンプトンへ復帰できるのか、松木玖生のねトルコでの1年間のレンタル移籍チャレンジにもね、同じドサンコとして、注目したいなと思います。はい。でそんな松木玖生ね、欧州移籍のためにパリオリンピック、まあ、辞退というか、それをね出ることは叶わなかったんですが、そんなパリオリンピック U23 日本代表、今日ですね、イスラエル相手に勝利と、グループリーグ全勝で決勝トーナメント進出が決まりました。おめでとう。で次の試合が8月3日スペインという試合で、まあスペインはねなでしこジャパンがグループリーグ初戦で戦って負けてますので、ぜひ女子の分の敵を打つつもりで戦ってほしいなと思いますし、このイスラエル戦、横浜 F マリノスの上中朝日選手がプレーしました。で今回の戦いはですね、今回の大会はレギュレーションがちょっと変わっていて、バックアップメンバーと、本当のメンバーというか、との入れ替えが可能なんですね。で怪我したらバックアップメンバーと入れ替えれるし、怪我が癒えれば戻せるみたいな、そういう自由な、自由度が高い形式なんですけど、でバックアップメンバーだった上中選手もパリに帯同して、今回それで試合に出たわけですよ。でトーナメント表を見ると、このあとね8月3日6日10日と試合が勝ち上がっていけば続くので、もしね次の試合スペインに勝てば準決勝が8月6日なんですよ。で決勝が8月10日なんですね。で夏の中断期間が終わって J リーグ、再開最初の試合が8月7日なので、勝ち上がれば、ね、横浜 F マリノスの上中朝日選手は帰ってこれないということになります。よしまあ上中選手自身がね、やっぱりアンデルソン・ロペスの次のフォワードということで、かなり重要な選手だと思うんですよ。そういう意味でもね、日本代表がパリオリンピックで勝ち上がれば、対戦するね、マリノスに帰ってこれないということで、8月7日、コンサドーレ戦にもね多分間に合わないということで、そういう意味でもね、嬉しいというわけじゃないですけど、うん、日本代表を応援していればそういうこともついてくるということですかね。次の試合は8月3日0時スペインとの対戦ということで、純粋に日本代表を応援したいと思います。そして今日なでしこジャパンはね、決勝トーナメント進出をかけて0時から8月1日の0時からなでしこジャパンも試合がありますので、札幌市真駒内出身の熊谷紗希キャプテンお一人ね、なでしこジャパンも応援したいなと思います。はい、ということで今日の動画は以上となりますかね。
7月31日、7月最後の動画になります。今月もチャンネル登録、たくさんのチャンネル登録ありがとうございます。コンサドーレ的な切り板っていうのがありまして、5310、5310、コンサドーが、コンサドーがやっぱコンサドーレ的な切り板なんですよね。で、今このチャンネルが5232名ということで、まあ来月はね、この、まずはこのコンサドー5310を目指してね、やっていこうかなと、来月もやっていこうかなと思います。ということで、今月もありがとうございました。また来月もお会いできたら嬉しいです。ゆきがい TV でした。さようなら。